はい、現在西の洞窟の98階に来ています。途中というか最初の方にニアースが仲間になりまして、まあ、ここまで落とし穴がないので連れてこれました。本当は今ラティアスに貫通バンダナ持たせてるんですけど、道中で拾ったドーピングアイテムやらミスルっていうグミやら、まあ、貫通でニアースとドーブルとコダックに当たるようにしまして、ニアースはこのダンジョンで仲間になったばっかりなのでまだリーダーにすることができないんですね。なのでまあ、結構強化されましたね。ラティアスよりヒットポイント以外高いですね。はい、ドーピングアイテムの効果でもうコダックも全能力100超えちゃってますね。まあ、こんな感じになりました。PP マックスと鍵と、まあ、種系とドーピングアイテムがたくさん落ちてます。では、いきます。お前か？私の眠りを妨げたのは、お前なのか？私の波打つ、戦うために生み出されし者。私は、この洞窟でいつもじっとしている。何のためだかわかるか？それは、お前のような奴がここへ来たとき、フルパワーで倒すためだ、行くぞ！ということで、ミュウツーが出てきます。まあ、メダヒカキなくなってるか。はい。まあ、ミュウツーでしたが、まあ、あっけないということですね。どうもミュウツーは能力的にはそんなに高くないらしいですね。ヒットポイントは高いみたいですけど。さてと、ひとまずこの西の洞窟までのイベントはみんなやったかな。まあまだ依然アーボが飛び跳ねたままなんですけど、まあ一つぐらい飛ばした気がするけど、まあいいや。あとは銀の開口と願いの洞窟ですね。願いの洞窟関連のイベントはまだ先にまだあるんで、まあ、あと何パーとか続くと思いますが、よろしければお付き合いください。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。